始まりました。 APU かける大分。前回は太陽を感じられるスポットを見つけていただきました。前回はタイから来た留学生のアイティムさんがサイクリングしながら太陽を感じられるスポットを探しました。ここ？はい。一回止まりましょう。ロードと山と。ああ、確かに。別大国道で見つけたのがタイで人気の展望台から見える海岸線と似た景色でした。今回はマレーシア出身のメルビンさんがマレーシアを感じるスポットを探します。じゃあ大分でマレーシアを探していきましょう。はい、ジョン行きますということで向かったのは別府。メルビンさんにはずっと気になっていた場所があるそうで。別府市神奈川にやってきました。この辺りは地獄巡りがとても有名な観光スポットなんですが、メルビンさん来たことはありますか？あります。実はマレーシアの伝統的な建物が鬼山地獄であるんですよ。鬼山地獄にマレーシア？アイテムさんどうですか？初めてです。面白いです。タイに多分こんな感じがないので、はい、メルビンさんが気になっていた建物はちょうど今目の前にあるそれです今ちょっと曇ってて見えない見えないです。近くまで行きましょう。はい、こちらですか？はい、入り口の看板に書いてあるんですけど、はい、この建物ってのはマレーシアのサラワク州の伝統建築なんですよ。どんな特徴があるんですか？木でできてるっていうところと屋根の形も結構独特だなと思います。屋根まで木でできてますね。はい、初めて見た時どう思いました？なんか看板を見る前にこの建物を見たんですけど、うん、あれこれなんか見たことあるなと思って近づいて見てみたら、はい、なんとサラワク州の建物だと気づいてびっくりしました。ねえ、サラワク州はマレーシアの先住民が住んでいる地域で、内陸部は熱帯雨林が多いといいます。なんでここにあるのかって知ってます？それがよくわかんないんですよ謎ですよね。はい、こんにちは。とそこにやってきたのが、いらっしゃいませ。どうぞこちらの方へお入りください。ご案内させていただきます。この方、神奈川温泉にある旅館のおかみ、光月明美さん。光月さんは大分県内のおかみ8人で結成されたユニット、おかみ8のメンバーとして大分観光の PR にも取り組んでいます。そんな神奈川温泉のことをよく知る光月さんに、この場所になぜマレーシアの伝統的な建物があるのか教えていただきました。で、海の中で湿度が負けないような硬い木材ということでストーンズを利用させていただいております。光月さんによると、日本にある木材は地獄の湯気で腐りやすいため、サラワク州から湿気にも強いストーンウッズを輸入し建物を作ることにしたというんです。釘をこの打っても釘が曲がってしまうぐらいに、そんなに強いんですか？硬いんですよね。硬いですとても強いですね。すごいね、こんな立派な木があるんですね、マレーシアに。知らなかったんです。初めてこの名前を聞きました、はい、この木材、光月さんもびっくりするほど丈夫だといいます。屋根なんかご覧いただくと分かるんですけれどね、まあ、いろんな地震とか台風とかありますけれど、はい、やっぱり強いですね。ああ、そうなんですか。何事もなくね、今至ってますのでね、マレーシアの財務って素晴らしい。ありがとうございます。本当そうですね。実はマレーシアのマハティール首相も27年前にこの建物を見学するために訪れたことがあるといいます。さらにマレーシアとのつながりはこの建物の他にも。
ですね、鬼山地獄の創始者の宇都宮になるんですけれど、別府観光の発展のためになんか温泉を利用してワニを飼育してみたらどうだろうかということで、マレーシアからワニを輸入して、大正時代に油や熊八らとともに別府観光の礎を築いた宇都宮乗綱。宇都宮は斬新な発想でマレーシアからワニを輸入し、別府の新たな名物にしようと考えました。それから100年余り、鬼山地獄のワニは今も多くの観光客を虜にしています。あ、これはマレーシア生まれですよ。マレーシア生まれ、おお、三代目一郎。へー、今後もたくさんのマレーシア人に別府に来てもらって、はい、ぜひよろしく、はい、お願いします。お立ち寄りください、はい。ここでメルビンさんはこの場所の魅力をもっと知ってもらいたいと、特技のカメラ撮影のスキルを生かし PR 動画の制作に挑戦することに。ではメルビンさんの動画撮影が終わりました。お疲れ様です。いい絵が撮れましたか？撮れました。お、自信を持って。それでは VTR ご覧ください。